明けましておめでとうございます。能代山本ふるさとライブの佐藤です。雪のない三ヶ月ということで、とても良い天気でこのお正月を無事に過ごすことができました。能登半島の方ではご承知の通り地震によりまして大変な被害が出ておりまして、2日の日は JAL と海保の飛行機の事故がありました。本当に改めてお悔やみ申し上げます。その中、今回このたくさんの新聞の中でですね、この今回のタームの中で確かに一番の衝撃を受けた記事があります。能代市の人口問題についてですね、出てます。2050年の推計人口が出て、衝撃的な人口減少になります。2014年能代のまちづくり元年、この状況を受けてですね、斉藤市長がですねこういうコメントしたんですよ。ここに人口がこのくらい減るよと、半分になるよという時にこう言ってました。そうだろうなとは思うが、いいですか、そうだろうなとは思うが、やはりショック、減少を少しでも抑えていく政策が必要だ。これはどっかのコメンテーターの話ではありません。斉藤市長の話です。明けましておめでとうございます。能代山本ふるさとライブの佐藤です。今日は新年2024年1月の5日金曜日です。今日能代はですね、久しぶりに雨です。久しぶりにまとまった雨です。能代はですね、この正月三が日に加えて昨年の大晦日、それから昨日1月4日と雪がない、そんなお正月となりました。これ実際にこれ今日の、今朝ですね、北陽新報なんですけど、ここのいつものコラム欄に出てましてですね、雪のない三ヶ月ということで、とても良い天気でこのお正月を無事に過ごすことができました。能代に関してました。ただまあ、能登半島の方ではご承知の通り地震によりまして大変な被害が出ておりまして、たくさんの犠牲者が出てます。本当に改めてお悔やみ申し上げます。本当に加えまして、あと現地で頑張っている方々にも本当頭下がりますし、あとまだ行方不明者ですね、多数いらっしゃいますので、こちらが早く皆さん見つかりますようにですね、そしてご自宅に戻れるように願っているところであります。そしてさらに2日の日は JAL と海保の飛行機の事故がありました。海保の方では5人の方が亡くなりました。今回の能登半島の地震の復興支援のために物資を運ぶ予定だった飛行機が事故になったということで、なんとも悲しい電車だなということを考えております。亡くなった5名の職員の方々ですね、こちらも改めて心からお悔やみ申し上げます。そして今回特筆すべきは JAL ですよね。緊急事態の中で皆さん無事に乗客を降ろしたというのは本当にすごいと思います。まあ一部海外のメディアの方では事象を捉えまして奇跡ということを言っておりますが、まあ奇跡ではなくて、あれは私は必然だったと思います。トレーニング訓練の様子を見たことがありますけど、本当にすごい真剣勝負でやってます。私実は結構まあ JAL もAnaも含めて結構クルーの CA さんの友達結構多くて、いろいろとこうお付き合いした中でマニュアルを見せてもらったことあるんですよ。JAL のクルーの方はCA さんですね、今で言うと。こうファイルが2個当時ありました。もう結構前ですけど、ファイル2冊が皆さん持ってまして、一つは濃紺のファイル、一つは真っ赤なファイルです。濃紺のファイルは、いわゆるそのサービス用人としてのものが入ります。こういった振る舞いとか、サーブとですね、書いてました。で、もう一個の方は、いわゆる保安要員としてのその緊急事態を含めた保安要員の仕事です。CA さんというのはそのサービス業の部分と保安要員という二つの仕事を持ってます。で、保安要員の方にも分厚いマニュアルがあります。で、本当にサービス用のマニュアルと同じ厚さの本当に分厚い
あのマニュアルがあって、かなり詳しく書いてました。まあ、それもですね、本当に頻繁にこう更新されてます。いつもの更新する分の差分の方だけ、文章が届くんですけど、郵送とかで。それを全部出して、この手順に従ってこう差し替えるという仕事を結構やってて、手伝わされたこともあります。そんなこともありました。あと、皆さん落ち着いてとかですね、姿勢を低くしてとか、あと、ドアの案内も結構ちゃんと絵も描いてあってですね、出口はこっちってこう手をやる、出すとかね、書いてあるんですよ。で、それを結構やって、これをいつも、しかも定期的に訓練でそれをこうアップデートしてるわけですよね。で、本当に今回なかなかその訓練していても、実際の場面では使えないってことはよくあるじゃないですか。まあ、レベルは違ってもスポーツとかもそうですよね。練習場ではないんだけど、実践が下手だとか、ことあります。で、今回まさにその中で、普段の訓練を実際に使えるというのはすごいなと思いました。まあ、なんとかな。こう頭で理解してるんじゃなくて、本当にもう体に染みついている。体が勝手に動くというレベルまで、こういった訓練は重ねないと、ああいうことできないなと思いました。本当に今回は、さっきも言いましたけど、まあ、そのような訓練状況を見てきたものとしてはですね、やっぱりまあ、あれは奇跡じゃなくて、必然というふうに思いました。あとまあ、ちょっとまあ、関連なんですけど、まあ、ちょうどあれは夕方ですね、この一番年末年始の1月2日の夕方6時前後、一番混んでる羽田空港ですよね、夜間で。まあ、あの時間にやっぱりその羽田空港から海上保安庁の飛行機が飛び立つしかなかったというのがちょっと苦しいなと思いましたね。まあ、ちょっと離れた空港であれば少し楽だったろうし、あとまあ、例えば米軍の、基地を使えるとかですね、そういうことからはまだ全然違った形で、こう、ああいうフライトもできるんでしょうけど、もともと混み合ってる空港で、あの時間でああいう小さい飛行機も入ってくると、まあ、いろんなことが起きるんだなというのを改めて考えました。そんなことも考えたこの正月でしたね。まあ、そういった今回の事故とか、あと地震もそうですね。また能登半島の地震に関しては十分な対応ができていません。まあ、テレビに出るところは目立った被災地ですけど、当然メディアが入らないところとか、いうところは、孤立している可能性ありますよね。で、大体、冒頭そうでしたけど、地震の発生直後は、目立つ場所がバーンと放映されます。ところが、被害が大きいところは、メディアも入れないので、そういった、被害状況わかんないと、まあまああります。なので、そういった、実はもっと大きい被害が、この後出てくるとか、あるいは全くまだ、孤立している場所があることも考えられるので、ぜひそういったことも、まさにそういう時は、この SNS の時代なんで、SNS もうまく活用して、本当に早めに、そういったすべての方にですね、手当が行き渡るようにしてほしいと思います。もちろん、変な、フェイクニュースとか流すのはもってのほかであります。それはもうほとんど殺人行為に近いと思います。そういうことを考えました。まあ、その中、今日もたくさん北欧新報持ってきました。前回配信から時間経ってますので、いっぱいあります。その中で、今回は、毎年恒例となりました、市民アンケートですね。こちらの方を取り上げてみたいと思います。これは元旦です。元旦の北欧新報の方には、毎年恒例のこういった市民アンケートがあります。そうですね。こう、むしろ市政に関するですね。市長とか、市議会とか、ここが大体市長さんが、市長さんに、それから市議会のこと、市議会議員ですね。そして、市の職員とか、市役所の件数ものがあります。こういったものが、1月の1日元旦の、こういったものが1月1日元日の福新報には例年出ております。そして、2日の休館日を挟みまして、1月3日に関して、今度は全国的なレベルですね。国政レベルのいろんな案件出てます。こういうのがあります。皆さんいつもこれ見てますかね。出てます。で、これを見てますと、ちょっとまあ、能代市の今後の課題とか、いうのが見えてくるかなと思いまして、今日は私がこれを見た感想として、一つ、こちらをテーマとさせていただきます。2014年、能代の街づくり元年。2024年、能代の街づくり元年であります。何言ってるかと言いますとですね、これはまさに、この1日の、このアンケートです。1日ですね。
ポイントが出てます。基本的にですね、お手元の新聞を見てほしいんだけど、まあ、斉藤市長への支持率は高いんですよ。60% 書いてます。そして市議会ですね。市議会に関するもの。市議会に関しましては私がいつも言ったことです。結局その、市議会の議員のほとんどの方はですね、市の提案について、何の反対もしないと。異論がないということでは終わってます。実際ここにも書いてます。否定的評価の代表例としてですね、市の提案に議論がなく、すべて賛成しているように見える。まあ、賛成しているということが不満なんで、まあ、本来議員というのは、議会か。議会というのは、市政をチェックする機能がありますからね。チェックしないんであればいらないというのは、ここにも出てまして、こちらの方は、市政の方ですね。まず、全体の、まあ、国政の方に関しては、まあ、こんな感じで。まあ、さすが、地方都市で自民党支持率が高いと。この状況も高いというのがわかりますし。これ市職員に関するものですね。これです。これも例年出てます。市の職員に対する、評価ですね。あります。こちらも大体、昨年と同じですけども、ちょっと事情が変わってますのは、やっぱりその、こういうの書いてますね。窓口対応の親切さを評価する声が多い。確かにね、うちの市役所の、窓口対応は、サービスレベルはいいですよ。思います。これ賛成。で、そういった窓口対応の良さを評価する一方で、これが入ってます。街づくりへの積極的な姿勢を望む声も参見される。まあ、そういうことですね。なので、ここにまあ、最終的にまとめとして書いてますけど、ここが私も同じ意見なんですね。これ実は。まあ、いつも毎回同じこと言っててすいませんけど、ここです。これも同じ意見です。まあ、市の職員にはですね、市民への接遇の向上だけでなくて、地域課題解決に取り組む姿勢、や、街づくりへの積極性も期待されている。つまり街づくり、つまり街をどう作るかというところのビジョンですね。まあ、これ本来は、白市の市長とか市議会の仕事だという説もあるけど、やっぱりまあ、今の市議会の方は、市の提案について賛成するしかやってないので、やっぱりまあ、市のスタッフ、ですね。いろんな専門分野がありますから、そういった横、いろんなその専門分野が横串の連携とってですね、企画部門をまとめるというところのそういった作業をすることによって、能代をどういうふうにしたいかというのは、ぜひまとめてほしいと思います。以前もここでも能代ビジョンとか言ってやったんですけど、そういった能代をどういう街にするのかということですよね。やっぱり実際これ、元旦かな、こういった、能代港がこんなになってますよね。なんでこういったことで、能代港の方で、こういった港を軸にして、街を作っていくのか。中国木材の稼働が始まります。これもまあ、議会では、当然こういったことで伐採が始まりますと、資源保護どうするかとか、植林どうするかという話があって、ここに対しても市の方は、いわゆるその普通の回答ですよね。会社と連携取ってですね、ちゃんとやっておって言いまして、議会の方では、それで終わりとなってますんで、ちゃんとの内容がわかんないとか、いうところもあるわけで、そういった細かいところまで、議会の方はフォローしてほしいと。なんか分かったような気になっているところがあるかなっていうのをすごい心配してます。あと今回の地震もあって、防災もそうですよね。防災の問題も必ずああいうなると初動で、水と食料がないって話になってくると。そういったものの備蓄をどうするかとか、デリバリー体制どうするかっていう、減災防災体制もちょっと改めて考えてほしいなと思います。私たちも実際東日本大震災の時には、やっぱりこの、突然皆さんこう備蓄作ったじゃないですか。私も東京の時に全部リュックに入れましたよ。水とか、食べ物とか、着替えとか、防寒具とか。ベッドの下に置いてました。それも最近はちょっと置いてないので、ちょっと初心に帰って、そういった部分も個人でも準備しなきゃならないし、当然行政の方でもそういったことを改めて考えるということであります。ちょうど JAL の今回の事故があったようにですね、訓練したものがそのまま実践で出せるという素晴らしいのはやっぱり相当の準備があってだと思います。市の方の防災減災対策も同じですね、と思ってますんで、はい、今回のこの航空機事故と地震が同時に起こったというのもある意味一つの趣味かなと考えたところであります。その中、今回このたくさんの新聞の中でですね、この今回のタームの中で、確かに一番の衝撃を受けた記事があります。
それを最後に紹介させていただきます。それはですね、去年の30日です。12月30日、ここにありました。能代市の人口問題についてですね、触れてます。2050年の推計人口が出て、衝撃的な人口減少になります。能代市の方でも、2020年はですね、49,968人でしたけど、これがこの人口推計によりますと、2050年には24,973人になると書いてます。以前の能代市の発表でも人口が31,000人を切ってくると、いろんな行政サービスの問題で不備が出てくると言ってましたんで、かなり危険な水域が31,000人とされてました。対しまして、50年にはですね、24,973人になると推計されてます。すぐそこです。この期間は。それがありました。で、この状況を受けてですね、斉藤市長がですね、こういうコメントをしたんですよ。ここに書いてますけど、ここですね。ちょっと読んでみていいですかね。人口がこのくらい減るよと、半分になるよというときに、こう言ってました。そうだろうなとは思うが、いいですか。そうだろうなとは思うが、やはりショック。減少を少しでも抑えていく政策が必要だ。人口減少ですね。人口半減に関しまして、そうだろうなとは思うが、やはりショック。減少を少しでも抑えていく政策が必要。これは、どっかのコメンテーターの話ではありません。斉藤市長の話です。こういった政策を訴えて、確か選挙を戦っていたような記憶もあります。市長に限らず、市議会議員の中にもいました。そういう政策は必要で、いくつか政策言ってました。なんか有料な仕事を持ってくればいいとかですね、言ってましたけど、なかなかその、現在結果見てますと、どうですかね。ずっと、去年までは136ヶ月かな。ずっと減少し続けてます。なので、こういった評論家が言ったのかな、という発言をちょっとされたら、ちょっと心配だなと思いました。なので、ぜひ今年は、いろんなことはあるけど、テーマ。多分、最終的には、急所。街づくりの急所としては、人口減少対策なんでしょう。それも、何年も続けてきたこのお題目のような話じゃなくて、本当具体的に、もう本当に実践、まさにもう排水の陣ということで、ここでこけたらもう一気に縮小するという感じがしてますので、なんと本当に今年は2024年、能代の街づくり元年と。そして一丁目一番地は人口減少対策だと。本当の意味での人口減少対策だというふうに考えています。ぜひ、今ちょうど今年の4月には、市議会議員選挙、市長選挙からちょうど半分が折り返しているんです。なので、皆さんそろそろ2年間の調査を終えて、政策を打ち出してくる頃だろうなと期待しています。そんなことを考えた今年のお正月でした。今年もあと少しだけ、この鏡餅が有効という、そういう状況にあります。皆さん、残り少ないお正月、安心安全にお過ごしください。今年もよろしくお願いいたします。佐藤でした。